梅毒はこちらの梅毒トレポネーマという細菌に感染することで発症します、はい、主に性交渉によって感染します症状としては手のひらなどにかゆみのない発疹が出るこれが特徴でお腹などにも出るんですね、うんはい、で重症化すると脳梗塞だとか心疾患などの重い合併症を引き起こすこともあります、はい、では全国で今どれくらいの患者がいるのかこちらです 10年前、2014年には1661人全国で感染が確認され感染者が確認されていましたが、はい、2022年、年々これ増え続けていって2022年で1万3226人、です、ねはい、で今年も8月6日までに去年を上回るペースの8950人がもう確認されているんですね。ね